ラジオネーム三平。TBS の大御所アナウンサー、吉川美代子さん54歳が、アナウンサーが教える愛される話し方という新書の中で、痛烈に女子アナを批判してやがりました。細い足を誇示するような短いスカートでしゃがむ。行動でキスをする。女子アナはサービス精神旺盛なのでしょうか？タレントのような格好をしたり、漢字を読み間違えたり、放送業界の環境汚染源と言えるかもしれません。原稿の内容を理解しているのかは、はなはだ疑問です。おい、あやパン、ショーパン、カトパン、ミタパン、よくわかんねえ、おっかねえババアがなんか言ってるぞ全員パイパンにして、ババパンに謝れなんだこれ、おいちょっとババパンまで行くんですね。怒られるぞ。パイパンでババパンなんですって。あるっすね。ラジオネーム、ゴモラ。有吉さん、ヒット&アウェイこと市川海老蔵の野郎が、ブログでこんなことを言ってやがりました。11月26日、自動車の免許について。自転車での事故、ごめんなさい、自転車での事故の多さにも驚いた。安全運転をより心がけていこうと思いました。素朴かよ！お前素朴かよ！お前のブログ見てるけどよ、ジム行って仕事行って飯食って子供と遊んでるの繰り返しじゃねえかよ。あーつまんねえな。たまに違うこと書いたと思ったら免許の更新ってなんだこれ、おい一緒なんすかね、いい毎日が、ええ、ラジオネーム、ブヒー童貞と、うん、有吉さん、腐れ芸能ニュースことアメーバスマホニュースの12月13日のニュースが本当にクソですふなっしー、中の人の正体は釈由美子、太ったことを実感辻のぞみ、4人目について言及おいおい、このクソみたいなニュースなんだよ俺たちが知りたいのはな、小汚ねえキモキャラの中のジジイでも、整形女のデブカでもなく、有村架純の生理周期、橋本愛の性感帯、それ以外は全部クソだ。なんだこれ、おいチャンネルが違うじゃないですか、ね、そんなすごいですね、生理周期を知りたい方なんです、ね、もうそうでしょう。あ、そうですか知りたいですかねラジオネームペケミニ。有吉さん、いや、ズル向けストーカーホイホイさん、こんばんは。沢田研二さんや岸辺一徳さんを率いるザ・タイガースが、この度44年ぶりにオリジナルメンバーで復活し、現在その全国ツアーをやっているのですが、そのツアー T シャツがロゴも何もなく、メンバー5人の顔写真だけというデザインで、ネット上で衝撃的すぎると話題になっています。こらこらこら、5人のおじいちゃんの顔写真だけって、こんなもん完全に家じゃねえかバカ野郎。死んだじいちゃん思い出したわ。両手のシワとシワ合わせて幸せなーむーじゃねえんだよ。なんだこれ俺T シャツすごいわ、本当に本当に、もう字も何にもない、おじさんたち5人の顔写真、へえ、すごい写真です。うわー昔の、ね、昔のやつと現在のやつとね、面白いわ、いい T シャツ、いいじゃないですかね。ねえ面白いね、はい、ね、ラジオネーム烈風キノコヘッド。12月4日放送怒り浸透で、視聴者参加番組が少なすぎるという投稿から、ネット番組の話題になり、我らが有吉さんはこうおっしゃられていました。ネットの番組が面白いって言うから見てみるんだけど、下ネタとか人の悪口をピー入れずに言ってるだけなんだよね、それのどこが面白いのかなって、もっともらしく語りやがって。マツコも夏目ちゃんも真面目な顔して聞いてたけどな、俺たちゲスナーは騙せねえぞ、それお前のラジオのことじゃねえかなんだこれバレたな、バレましたねこれね、正体が出てきた、出てきた、なんだなんだこの声は、太木よし子よ、太木かい、トキか、トキさん出てくるんだよな、ちょこちょこ、確かにね、はい、ラジオネームスリープ。有吉さん、女性向け雑誌ラファーファが3サイズか上から101、90、102というプロポーションのモデルにゆるふわ系ファッションをまとわせて、マシュマロ女子と名付けて紹介してやがりました。うるせえデブ、ゆるふわとかマシュマロ女子とか造語のオンパレードじゃねえかバカ雑誌、しかも絶対ただのデブやよ、ブヨブヨホルモン女とか批判されてるはずなのに、いまだに活動する
恥さらしのこの豚相当やべえな。ポジティブなデブにファッションとかまさに豚に真珠じゃねえか。さっさとジャイアント白田と魔女菅原に一瞬で食われて跡形もなく消え去れ。なんだこれおい。興奮したね。すごいですね。エンジン全開でしたね、本当に。興奮なさっております。ねえ、どうしようか。ラストぐらいしたいところでございますけどもね。面白そうなのあるかな。ラジオネーム、ヒロパン。有吉さん。ファッションヘルスモンスターことキャリーパンパムちゃんが FNS 音楽祭に出演する前にツイッターでこんなことを言ってやがりました。人見知りだからアーティスト大集団みたいなの苦手。おい鼻ペチャドブス。お前毒毛とかいう恥ずかしい雑誌に出てたりもったいないからとかわけのわかんねえ歌歌ってるくせに何が人見知りだバカ。本当の人見知りってのはな、女の子と話すとき恥ずかしすぎて風俗ネタに逃げたり、仕事終わりで友人と遊ぶこともなく漫画喫茶に直行し、6時間ぐらい引きこもるような人間だけがなれるんだよ。そもそもなんだそのゴテゴテのメイクは。ファンデーション塗りすぎて幽霊みてえじゃねえか。メイクに金かけんならな、そのソケットみてえに反り上がった鼻でも矯正してこい。なんだこれ。すごいなこれ。ラジオネーム、三平。はい。世界的文豪の水島博大先生が俳優復帰作黒執事のジャパンプレミアにてめちゃくちゃカッコつけながら意気込みを語ってやがりました。クリエイターとしても役者としても今の自分にできる精一杯のことをこの作品に詰め込んできました。だからこそ評価されるかどうかの勝負だと思ってます。僕はこの勝負に勝ちたいです。はあ？お前小説家だろ。ごちゃごちゃ言ってねえで書けよ。あの歴史的失敗作カゲロウの続編を書け。アマゾンのレビューにゴキブリを叩くには最適の硬さですとかこの本を燃やしたところカゲロウが見えましたとか書かれて悔しくねえのか。俺は悔しいぞ。もっと面白いレビュー書きたいからさっさとカゲロウ出せ。なんだこれおい。カゲロウ出せとか。なんか役者さんってさ、はい、大変な仕事だなと思うね。そういう意味ではね、いつもいいなと思うけど、こういう時ね、はいはいはい、恥ずかしい時芸人だったらさ、そうですね、本出したけど失敗したんでちょっとこっち戻ってまいりましたすいませんねって、言えますもんね。言えるけどさ、ね、それ言えないんだもんね。そうですね。僕はこの勝負に勝ちたいです。2倍2倍っつってクリエイターとしても役者としても今のですね自分にですねできる精一杯のことをですねこの作品に詰め込んでまいりました。だからこそですね評価されるかどうかの勝負だと思ってます。僕は笑顔に勝ちたいです。いやそれできたら水島ヒロ楽でしょ。それできたら最初ね誰かなと思って相撲さんでしたけど、いや辛いね。中央あげとこう。パンあげときます。ラジオネーム気持ち改め焼き餅。元 AKB 葛西智美の野郎がストレート葛西智美の野郎が千葉幕張メッセで開催中東京オートサロン2014内のグッドイヤーブースに登場し自動車運転免許についてこんなことを言ってやがりました。私持ってないんです。メンバーでは何人か持ってるんですけど私は運転向いてなさそうな気がして取ってないんですよ。それに持ってたら家族に言われて私も運転しないといけなくなるかもしれないし私はまだ寝ていたいからまだもうちょっといいかなって運転免許を持っている彼をゲットします。うるせえし、長えし、お前、本当わがままだな。そんなことじゃ一生結婚できねえし、どうせ彼氏できてもやって終わるだけだろ。ニートの俺が言えることじゃねえけど、まずは生活リズム整えて仕事サボらないでしっかり働け。応援してっからよ。なんだこれ、おい。ストレートだ、随分。読んでてさ、これ何気やな、ね、こいつ。これ書いてきたやつが頭悪いんじゃねえかなと思ってたけどそういうことだな。本当にもう泣けーわ本当。と
九十なの。もう途中で分かりましたよ、イライラしてんの。どういうことだこれ本当に。私持ってないんです。メンバーでは何人か持ってるんですけど、私は運転向いていなさそうな気がして取ってないんですよ。それに持ってたら家族に言われて私も運転しないといけなくなるかもしれないし、私はまだ寝ていたいからまだもうちょっといいかなって運転免許を持っている彼をゲットします。長いですね。長いですね。どういうことかねこれ。何のつもりでやってんのこれ。なんですかね。否定するとあれじゃないですかね。またこのインタビューが許される職業って、はいはい、何の人、ね、ハリウッドのスーパースターでもちょっとみんなイライラするみたいな。なんだろうと思いますよね。そうですね、ビッグスターでしょ。超怖えヤクザぐらいじゃないこれ。笑ってきてんの。途中でね、何も言えないですもんね。あげとこう。もうちょっと端折ってください。ラジオネーム三平、はい、祭りでハメを外すタイプのチンピラどもで形成されているエグゼイルさんが新メンバーオーディションを開催するらしく、パフォーマーを引退したヒロとかいう色黒親父がこんなことを言ってやがりました。エグザイルは多くの人に夢を提供する場所であり、夢を叶える場所でもあります。夢をつかみ取るチャンスは誰にでもある。夢を持った挑戦者たちと巡り合えることを楽しみにしています。おい黒ゴリラ、夢を叶えるために応募しようと思ったんだけどよ、ホームページ見たら25歳以下の男性限定じゃねえか。何がチャンスは誰にでもあるだ、嘘つき。みそじの引きこもりだけでネルザイルを結成してオーディション会場で爆睡してやるからな。なんだこれおい。何言ってる。これひどいね。誰にでもチャンスあるんだったらやっぱりこれはダメよ、ね、年齢制限いらないですね、うん。ダンスってなったらちょっとあんまり30以上ってなって踊れるんですかね。どう、いやそれはさ、やっぱり俺ぐらいのさ、やっぱりラスベガスのショーを見てきた人間から言わせればさ、はあ、やっぱり年相応のダンスっていうものがあるの。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。で、若きゃいいってもんじゃないってことね。若くて激しいダンスを踊るだけがショーじゃないよ。そりゃそうですね。やっぱ60歳のおじいさんがやっぱ踊る渋いダンスっていうのもあるからね。そりゃ20歳には出せないよ。そうですね。そりゃそうですね。だからまあ、集団行動みたいなことなのかね、これ。同じような体力の同じようなダンスを踊るっていうだけのことかな、じゃあ。ああ、まあまあまあ、そう、おじいさん入れてもいいんじゃない、うん、アンガールズの田中のカーズの時のダンスも面白いし、いろいろバリエーションあってもいいんじゃないかなと思いますよ、僕は。いいですよね、全然。そうですね。これはもう本人目の前にしてちょっと言ってこよう。はい、誰にさ、ヒロさんにちょっと。あ、本当本当ですか。ヒロさんに会ってちょっと提案してみよう。言ってもらえます。直接会うことがあったらね。はいはいはい。はあはあ、それは分からず有名。なんていうか知ってる、なんていうか。応援してますよ。なんで全然言ってくれないじゃないですか。なんですか、60には60のダンスって、その話かっこよかったんですか、それ言いましょうよ。ちょっといいなと思っちゃいました。直接言ったらさ、言われることって一つだよ、はい、ちょっと黙っててもらえます、素人なんだから言っちゃうよ。ごもっともですね。ラジオネーム三宅マリオ、はい、有吉さん、特に印象のない鍋プロの若手俳優こと瀬戸康史くんの野郎が映画「僕は友達が少ない」の公開にあたって自身の学生時代を振り返り、こんなコメントをしてやがりました。一匹狼に憧れており、ずっと一匹狼で暮らしていこうと思ってました。そのため友達と呼べる人は数人しかいませんね。はあ、イケメンがドヤ顔でロンリーウルフ語ってんじゃねえぞ、イケメンが友達少ねえわけねえだろうが。つか、なんだ一匹狼に憧れてただと、はあ、てめえ、なりたくもねえのに学生時代一匹狼のポストに担わされた俺の気持ちわかんのか。好きな子の弁当箱の端に盗んで自分のケツの穴にぶち込んだ後、丁寧に弁当箱に戻したことあんのかって聞いてんだよ。一匹狼になるためには努力てめえちゃんとしたのか。これだから初心者ろくでもねえよ。おい瀬戸、もしこの放送聞いてるからな、
俺は今 UK 好きのメガネの頸動脈を引きちぎるために某ラジオ局の下でチェーンソーを持ってうろついてるから半蔵門まで来い、たくさんアドバイスしてやるからな、なんだこれおいって怖いね、怖いですよ。でもさ、これあの一番言っちゃいけないセリフだよね、はい、一匹狼に憧れてます。いやちょっとね、言えないですよ、なかなか。俺一匹狼なんですよとか、ね、一番かっこ悪いよね。有形的には一番かっこ悪いよね。いや一番かっこ悪いですよね。なダメですか、一番ダメだよ本当に。やっぱこういうものは自分で言うことじゃないよね。いやないですよ、周りが、あの人は一匹狼だねっていうことだからね。そうですよ、これずっと一匹狼で暮らしていこうと思っていました。だからもうこれだUK じゃやっていけないよね。こんなの乗れるキャラにボコボコされるよね。されますよそれ。いや本当の一匹狼やっぱりギャラガーだから。そうですね。兄弟とさえ別れちゃってんだから。あそうですね。なあ確かに確かに。いやこれダメだわ。ダサい。かっこ悪いかもしれないですね。有吉さんも UK 側なんですか？長石 UK 好きな、分かりますけどね、はい、ずっとさっきから UK 背負ってますけど。そうなんですけどね、でもなんか UK は何に言い換えたらいいですか、その有吉さん的な UK は。ちょっと、うん、なかなか、だからこんなこと言っちゃダメ、うん、お僕友達欲しかったですけど、うん、友達が いなかったですね、寂しかったですよ、うんうん、なーにーになるよそれならって言っといて、周りの人が、はい、いや違うんですよ、あの人僕ら友達になりたくてすごい素敵だから、うん、女の子にもモテたんだけど、うん、あの人は一匹狼だったんですよ、はいはいはい、たらかっこいいじゃんな。それで成立しましたね。これが UK だよな。ラジオネーム味噌塗りランドセル。主演映画永遠のゲロが絶好調の長谷川理恵さん、1月8日付のブログより、皇居で25キロ走りました。前回の20キロ走と比べるとイマイチな走りでしたが、そんな時もありますね。20キロ過ぎたあたり、皇居5周目でガクッと足に来てしまいました。それにしても正直だな体は。ああまだまだ。おいゲロを吐けもうどうせなら宇宙空間の無重力状態でゲロを吐いて、有吉さんとジョージ・クルーニーが一滴足らず飲み干してフル勃起したまま宇宙空間に投げ出されるというゲテモノ映画ゲログラビティを今すぐハリウッドで撮影しろ。なんだこれおい。だからもう長谷川理恵さんがマラソン走りながらゲロを吐くっていうニュースをさ、はい、この番組ぐらいだよ言ってんの。そうっすね。てか俺ぐらいよ。長谷川理恵さんのマラソンドキュメントで、マラソンドキュメントの中でゲロを吐く長谷川理恵に興奮したっていう、はい、俺のその性癖的なこと、またこれ言ってんす、ね、失礼長谷川理恵さんに。そんな毎日毎日ゲロ吐いてんじゃないんだから。ポンプのじゃないんだから。知らないでしょ、この AV 男優。知らないですね。知らない。AV 男優。いっぱいゲロ吐く AV 男優。そういう芸風。ずいぶん昔のよ、昔の俳優さん。ラジオネーム三平。うなじだけが美しい。S 見真紀子さんが、私の何がいけないのというゲス番組の中で、背中のタトゥーを披露して、壮絶な過去をぶちまけた美奈子さんに対して、例のドヤ顔でこんなことを言ってやがりました。命があるだけいいじゃない、あごめんなさい、命があるだけいいじゃない。あなたは今までヌード写真出したりとか自分のやりたいことをやってると思うんだ。でもこれからはそんなに甘くないと思いますよ。みなこもうるせえけど、おめえもうるせえな。お前らが自信満々に説教かましてんじゃねえよ。かっこいいお姉さん気取りだかなんだか知らないけどな、無表情のおっかねえババにしか見えねえんだよ。おでこに真顔っていうタトゥーを入れて図書館の受付に座ってろ。なんでこれおいし全然もうむっちゃくちゃだけど気持ちいい悪口だな。そうですね、痛快ですね。怖いな。エスンさん綺麗だろうよ。いや綺麗ですね、うん、全部綺麗じゃないですか。ラジオネームマキマキ、はい、笠井智美ニューシングル消えたいくらい1月15日発売。
もうどうぞとしか言えないよ。テレビ番組の企画では途中で消え、写真集も発売日前に話が消え、 AKB からもいつの間にか消え、今度は何から消えたいの。芸能界なんだこれ、おい。気持ちいいですね。就活だな。消えたいくらい。なんかさ、それもこれせっかくかどうか知らないけどさ、消えたいくらいっていうのが全部カタカナで、そっちなんですね。うん、なんか漢字じゃない。消えたいくらい。はあ。なんか誰だっけあれ。岩井俊二の映画みたいなさ、ああ古いね。ちょっとなんかこの感じ、その感じ懐かしいっすね。懐かしいね。懐かしいっす。懐かしいっす。まあいいか。いやまあいいよね。日本の音楽シーンには俺ら正直興味ないから。そうですね。うん、やっぱり今 UK ですね。UK ですね。ワールドワイド見ていかないと。今何がいいんですか。誰ですか。UK。僕ですか。やっぱ今は今で言うと、うん、そうですね、いろいろいるんですが、うん、ジェイクバグ、ね、ああジェイクバグね、一人で歌ってました。知ってます、ね、なんかオエシスの匂いするよ。本当に本当する。当たってんだよ俺ね。当たってんだ。じゃあ気に入られてるのノエル兄弟かね。そうだね。あそうなんだ、うん、直系なんだ。じゃあすごい。ラジオネーム三平、全知全能の神であられるゲッターズ飯田様が自身のブログで恋愛成就の秘訣を語ってらっしゃいました。まずは他人に興味を持つこと。自分のことだけを考えないで人をよく観察してみるといい。他人を小バカにした発言は絶対にやめた方がいい。そんなことを口に出しても性格が悪いと思われるだけ。愛嬌よく他人に興味を示せば恋は意外と簡単だったりする。うるせえバーカー。ニコニコしながら話しかけただけで通報されるぶっきも野郎だっているんだよ、クソが。おめえだってまあまあ気持ち悪いんだからわかるだろう。三流占い師のくせに聖人君子みたいな面して心の機微語りやがってよ。人の人生左右するって意味じゃな、ゲスラーの悪口なんかよりおめえの方が全然悪質だからな。反省しろ坂本ちゃん。なんだこれ、おい。うわ全部言ったな。全部言った。で全部言った。もうこれじゃないね。ないですね。ほんとないですね。気持ちいいねのコーナーじゃない。違いましたね、これね。今日気持ちいいな。あげとこう。パン。今日全部あげてもいいんだけど、ね、忘れてたから、あまりに気持ちよくて。ラジオの共同のドブガエル。はい。有吉さん、この世の真理なのか、いいことがあれば悪いことってあるんですね。フライデーにおでこと、ああなるほどね、フライデーにおでことアナルが狭いナルメリコちゃんのハイライト喫煙写真すっぱ抜かれてました。有吉さんが禁煙をしたと思ったらナルメリコが喫煙かよ。しかもハイライト、いつから吸ってんだよ。二十歳から吸い出して21でハイライトはないよな。ラッキーストライク、マルボロ、ラーク、メンソール、ピース、その後ハイライトだもんな。っていうことは中2ぐらいから吸ってないとついつま合わないな。有吉さん、もし芦田愛菜ちゃんが吸ってたらお尻ペンペンしてやめさせてね。なんでこれを。いや、行くでしょ、ハイライト。ああ。最初の方でいい。俺もう、俺本当にずっと運動やってて、巨人師匠の弟子もやってたから、ずっとタバコ吸わずに、俺二十歳から始めてホープだからね。すごい。一発目ですか。一発ホープだから。一発ホープ。一発ホープ。そうだよ。そんな人いるんだ。一発ハイライトあるよ。あります。一発ハイライトある。ああ、ガッツあるな。なんか徐々に強くなっていくイメージあります、ね。いや、全然もう一発ホープですから、ね。一発ホープ。だから俺、これはナルミニコちゃん全面的に支持します。そうですか。うん、ねどうしようかな、あと1枚ぐらいはいけるかな。ラジオネームヒロパン、有吉さん、アルゼンチンのサッカー選手イカルディが恋人と28時間で15回セックスしたと報じられていました。28時間で15回だと1回あたり2時間弱、
お腹も空くだろうし、トイレも行くだろうし、1時間に1回くらいってこと？入れたら3分で発射とかの超早漏なのかな？にしてもチンコの回復早すぎだろう。それともあれか、フニャチンのまま入れてんのかな？いくら若くてもスポーツマンでもフニャチンのままじゃ女は満足しねえだろう。ちゃんと女のことも考えてやれ。そして1回くらい俺にやらせろ。なんだこれ、おい、何なんだよ、お前、何なんだよ何なんだよ。これはじゃあいこうか。ラジオネームカジキマグロ。陰謀、陰謀、父、陰謀父出し女こと小島春菜ちゃんの野郎が出した写真集が女性ソロ写真集部門で6万1000部の歴代最高週間売り上げを記録し、購買者の 52% は女性だったそうです。嘘つけ。その 52% のうちのほとんどが女装癖のあるゲズラだろ。それにその本の内容で自称ダイヤモンドカップとか言ってるらしいけど、有吉さんに命名してもらった父だろうが、父だろうがお詫びとしてサンドリの心のスポンサーになってパン10個貯まったらゲスラに陰謀1本プレゼントしてくれ。クマタングッズなんて俺たちは似合わない。さあゲスラ皆さん、有吉さん、我々の力でコジャールをパイパンにしよう。なんだこれ、おい、下手だな文章。冷めたわ。ラジオネーム三平。一般人の横っ面に平手打ちを叩き込んだデビスカルの容疑者が、今度は西川彩子先生に矛先を変え、ブログで吠えてやがりました。私が平手打ちしなければいけなかったのは西川彩子だったのかもしれませんね。この可愛げも女らしさのひとかけらもない、男にも女にも愛してもらえない、かわいそうなギスギスと小憎らしいことしか言えないこの亀顔の女の顔を平手打ちした方が良かったかもしれませんね。憎しみすげえな。73歳のおばあちゃんがゲスナーみてえな文章書いてんじゃねえよ。確かにな、西川先生はギスギスの亀顔だけど、お前だって髪型がクソかっこいいカマキリの妖怪じゃねえか。なんだその変形リーゼントは。ハードスプレー何本使ってんだこの野郎。なんだこれ、おい、素晴らしいですね。いやー、ほんとすごかったですね。73歳のばあちゃんが本当にこんなこと言うんだろう。そうしよな。いやー、すごい、やげとこう。すごいですよね。いや、ラジオね、西川先生はまあ離婚だけど、うん、はい、すごいな、デヴィ夫人って、なよくトラブル起こすな。いやー、すごいですね。気性激しいですかね。激しいでしょ、うん、そりゃ、うん、もうやっぱたまに番組一緒になってやっぱちょっとドキドキするもんね。あ、そうですか。うん、なんか急に怒られんじゃねえかな。まあ急に怒られたって俺の方がそう言っても腕っぷしが強いからね。腕対決になっちゃうと。そうですけどね。そう、平手、デヴィ夫人の平手打ちだと俺パッとガードして、もうあれだろうね、眉間に、うん、一本指グッと立てた一本剣みたいな、はい、頭蓋骨にひび入れてやって、で脳天にチョップをチョップ打ってやるから、もうデヴィ夫人バラバラ。ふざける。世紀末じゃないですか。その指に対してみたらデヴィ夫人なんて2発でバラバラに、バラバラになります。ふざける。うわー、すげえな、世界観。お前ら俺パシッて呼ぶから、ほうき、チリトリとほうき持ってきて、スプラッターじゃないですか。怖いな。スタジオネームパイロット。はい、タレントの藤田のり子さんが朝の情報番組で若鷹兄弟の DNA 鑑定をしようかしらって言ってました。うるせえこのスキャンダルスババア、誰にも相手されねえからって貴乃花さんに絡んでくるんじゃねえ。貴乃花さんはな、日本相撲協会の理事で貴乃花部屋の親方なんだよ。立派に仕事してるんだよ。お前やマサル氏みたいにな、スキャンダル売り物にして生活してねえんだよ。その頑張ってる立派な方の息子の足引っ張るようなこと言ってんじゃねえ、このアダムズファミリーが。マサル氏と戯れてろ。なんだこれ、おい。いや、似てるわ、確かに。怖い。いや、マサル氏。ラジオネーム三平。はい、みっともないカピバラこと恵比寿義和さんが産経ビズのウェブインタビューで長々と友達論を語っていました。うん、私は友達がいることがいいとは思いません。友達が多ければ結婚祝い、出産祝い、新居祝い、飲み会、遊びの誘い、金は出ていくばかりです。
友達になると大体私の方が立場が弱く、相手の言いなりになってパシリになる役回りなので、友達を作ろうと思ったことはありません。人間は一人で死んでいくのだから、もっと一人の過ごし方、楽しみ方を覚えた方がいいと思います。天才かよこいつもはや神だな。この素晴らしいインタビューを巻き物にしてよ、六本木のバーとかで人脈広げてるクソ若手俳優どもの耳にぶち込んでやりてえわ。マジで友達が多い若手俳優とか全員くたばれよ。なんだこれ。代弁してくれたんすね、これ。おじさんに神って言ったらもうおしまいだぞ、じゃあさ。いや、すごい。ラジオの三平、琵琶湖大ナマズ泉ピン子さんが やばいな、これだけで開けちゃうわ。琵琶湖大ナマズ泉ピン子さんがジェネレーション天国という番組でアイドリングの菊池亜美さんを猛烈に批判して場を凍らせてやがりました。つまんない、お前つまんないんだよ。悪いけどただのクソ生意気なガキだね。先輩に物言うときはね、愛嬌を持って言った方がいいね。テレビの中でもね、どのぐらいで芸能界がいなくなるのか楽しみにしてるからな。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。母さんだってめっぽつまらないじゃないか。愛嬌のかけらもない猿顔の老婆じゃないか。スポーツ狩りの橋田先生と二人で三谷作品の悪口でも言ってなよ。なんだこれ、おい。えなり君送ってください。エンジェルあげときましょう。パン。泉ピン子さんとかデヴィ夫人とか、まあちょっとそこそこの年齢いったね、大御所ってやっぱ厳しいね。厳しいてか口悪いね。そうですね、お元気ですね。怖いよね。もうそうね、お元気ですねって言うしかないね。ラストぐらいしとこうかな。もう今日は三平にしとこうか。はい、ラジオの三平。精神的オナニストベッキーさんがツイッターでこんなことを言ってやがりました。ヘアメイクさんとスタイリストさんと私の3人で楽屋で告白についておしゃべり。楽しかった。今まで何人に告白されたかをそれぞれが告白。かっこ笑い。プライベートの話を一切しない私たちがそんな会話を。責めてるー。追伸。どんなに聞かれてもここには書かないぜ。聞いてねえし、全然攻めてねえし、野良犬のクソより興味ねえわ。何が今まで何人に告白されたかだよ、あの恥知らず。てめえらに告った男どもに謝れ。あと美脚ばっかりアピールしてねえでな、たまには自慢のな、デカ乳もアピール。なんだこれ、おい。なんかかんない、後半。以上です。はい、ラジオネーム、ケツダシエッフェルト。有吉さん。4年に一度行われるソーセージの祭典、ソセオリンピックの裏で、ソチオリンピックとかいうパロディーものがもうすぐ開催されやがります。ソセ五輪を堂々とパクったこの大会は、ソセオリンピックのソセはもうソーセージのソセですからね。これ忘れないでくださいね。ソセ五輪を堂々とパクったこの大会は、選手村と呼ばれる風俗街に集まった、いろんな国の若者たちが日夜フリーセックスを歌い、乱行し、テンションが上がって冷たい氷の上で踊ったり、雪山で飛んだり跳ねたりと危険極まりない行動をとります。このように世界の不良たちの決起集会とも取れるこのイベントは2月7日に始まるそうで、小さい子供を持つ母親たちの要望により反面教師的な意味で世界各国で放送されます。なんだこれ、おいと。ソセゴリン。ラジオネームチェンギャグ。20代女性、彼氏にしたい男性の条件ベスト3。第3位、場の空気を読む。第2位、トラブルに対して冷静に対処。第1位、包容力。嘘つけ！どうせルックスと金だろう。俺なんかこの3つの条件全てクリアしてるぞ。小学3年生から高校2年の9年間いじめられてたから、常に人の顔色を伺って空気は読める。9年間もいじめられていたから経験、いじめられてた経験からトラブル回避は得意。そして包容力、顔面殴られた歯が飛んでも笑顔で対応できるほどの包容力を持つ俺様がなんで風俗がいるの落ちぶれた男になってんだよ。20代のクソヤリマンの言葉なんて信用できるか。なんだこれ、おい。
ね、わかりますけどね。ね、まあ暗い。ラジオネーム三平、はい、日本一信頼できるネットニュースサイト RBB Today の記者さんが、うん、先週僕が送ったデヴィ夫人の投稿はそうだ今年クソバカ野郎だ本当に。先週僕が送ったこの三平がね、はい、三平が送ってくれたデヴィ夫人の投稿ネタをさも有吉さんが発言したかのように書き散らし、数時間後にこっそりお詫びと訂正を追記していました。リスナーから寄せられた投稿文を有吉さん自身の発言と誤った記載がありました。訂正し読者並びに関係者にお詫び申し上げます。はぁ、そんな逃げ腰の万引き主婦みたいなタワゴと通用すると思ってんのかよ。どう見ても悪意 100% の熱情じゃねえかよ。クソみたいなネタ送って有吉さんに迷惑かけてる俺も最低のウジ虫だけどよ。アクセス増やすために腐った熱像記事書いてニヤニヤしやがるてめえの泥棒根性だけ許せねえんだよダバハゼが。書くなら聞くな、聞くなら書くな、その汚ねえ手でマス書いてチンコもげろ、なんだこれよ。うわいや、いやもうなんか、まあ、よくよくこういうことあったけど、これはもう特にそうだった。もう完全に俺が言ってるってことになって、はいはいはい、嬉しそうにやってたよ。なんとかなんないのかね、こういうのね。そうですよね。うん、お互い嫌ですよね、送った方も。ね、読んだ、まあ三平そんなに嫌じゃなかったと思うけど別に俺も別に平気だし、ね、優しいですね。うん、まあ別にいいんだけど、まあ、ね、ちょっと今やり方ね汚いですね。拾ってきた感じですもんね、ネタをね。どうせ拾ってんのにさ、さらにそれ変えちゃうとさ、まあいいけどね。ラジオね、満腹ていなり、はい、あ上げとこうか、三平すごかったから、はい、うん、ラジオネーム満腹ていなり、ミラクルじゃない光こと宇多田ヒカルのラジオ番組が15年ぶりに再放送されるそうです。有吉さん、このゴキブリのたまり場のようなクソ番組も15年後に再放送されたりするんでしょうか。その頃有吉さんは55歳で、我々ゲスナーはほとんどがのたれ死んでいることでしょう。そんな頃に再放送なんてされたら、有吉さんの仕事はついになくなるだろうし、死んだ我々も地獄で報われません。この番組が終わってる時、残ってるテープを全て処分しましょう。なんだこれ。本当だね、15年ぶりに再放送すごいな。こんなラジオ、でもこのラジオなんて再放送されないだろうね、やっぱりね。まあ、そうですかね。まあ、どうでしょう。やっぱ最新トピックスばっかりお届けしてるから、それはもう、再放送なんて通信番組だからね。ガチュンですもんね。ね、今はお届けします。さあ、ラジオチェーンギャング。はい。江角真紀子の自動車接触事故をベッキーが代理で報告。どうやらドアミラー同士の小さな接触で傷すらつかなかったみたいですよ。なんで関係ねえてめえがシャシャリ出てきてんだバーカ。ハーフの面汚しバーバー仕事ゼロ。そんで年金未払いの江角真紀子、てめえも攻撃しねえと思ったらお間違いだぞ。小さな接触事故じゃなくてバンパーべっこりいったらしいな。ションベン垂れ流して反省しろ。なんだこれ。いやどうした。いやこれまた俺だよ、これまた俺がそうなりますよ。悪態がすごいですよ。ベッキーさん仕事ゼロじゃないでしょ。やばほどしてでしょ仕事。忙しいよ。少年のことになるからごめん。ラジオネーム三平、はい、ウェディング業界のハクビシンこと神田うのさん37歳が自身のクソブログにウェディングドレスを着たキティちゃんとのツーショット写真を掲載してごちゃごちゃ言ってやがりました。ハローキティとコラボレーションでキティちゃんドレスをデザインしたんですよ。撮影はピューロランドのキティちゃんのお家にて。キティちゃん、宇野デザインのドレスとってもお似合いでした。おいキティ、お前マジで何やってんだよ。ドレス脱げ、燃やせ、仕事を選べ。神田宇野をお家に入れるなんて言ったろ。日本で一番嫌われてる黒鬼だぞ。大豆をぶつけて追い出せ。なんだこれが。キティか、神田宇野に言ってもね、あの聞く耳持たないから。キティちゃんなるほど。おいキティね、素直な方に。
ラストぐらいにしようかな。はい、ラジオ三平、一歩も動かず億単位の収入を得ている元ダルビッシュ紗栄子さんが自身のドスケベブログに本田圭佑選手からいただいた背番号入りのユニフォームの写真を載せてこんなこと言ってました。本田選手から息子たちにプレゼント、喜ぶだろうな、お前がな。なんだこれ。ラジオネーム三平、妖怪人間ベラベラベラでおなじみの道端三姉妹が日曜朝のトーク番組僕らの時代にガン首並べて出演し、ここ数年で一番つまらない身内トークをしてやがりました。10年前はモデルさんは今より下に見られてたし、テレビに出れるのはタレントさんだけって感じで、すごい嫌だなと思ってた。モデルでも喋れる人も演技できる人もいるし、モデルだっていろいろできるんだから認められたいって思ってた。今はそういう風になってきてね、すごく嬉しいとか言ってる変なモデルがいたんですよ。なーに、やっちまったな。モデルは黙って脱げ、モデルは黙って寝ろ、もう二度とトーク番組には出ないでほしいよ。なんだこれ、おい。クールポコ。偉そうに嫌がってたな、本当に。はい。まあね、いいんじゃないですか。まあお笑いもこんなこと言ってる人もいましたしね、昔ね、お笑い界のまっぱ地位向上とかね、言ってる人いましたけど、まあそれはトップの人たちが言ってることであってね、道端三姉妹がモデルの、まあいいか。今日はね、やっぱりちょっとやっぱり、はい、ハイムリヒマニューバーの日ですから、はいはい、そんなにやっぱりきついことも言うのやめましょうよ。そうですね、今日はね、やっぱ道端三姉妹にでもあれだな、ハイムリヒマニューバーをしてやりたいね。ダメですよ、セクハラでしょ、そんな。何が出てくるんですかね、ほんとね。ダメですよ、急にやっちゃう。なんかあった時にやってください。そうそう、急にやんないでくださいね。ハイムリヒマニューバーを詰まってもないのにやったら、これは攻撃になりますからね。気をつけてください。お気をつけください、はい、ラジオネームケツダシエッフェルト、はい、ブログの女王でもグラビアの女王でもない32歳、山本あずささんが青年実業家と結婚してやがりました。はい、出た出た、パー出ました。ビビアンスーに続きまたしても出ましたよ、青年実業家。ああ美人はずるいよ、芸能界でパッとしなくなったらすぐ実業家のかきたれになって結婚するんだもん。あ、勘違いしないでくださいよ、僕は悔しがってないですよ、だって僕はあずさちゃんが大好きだからね。今夜もあずさちゃんをおかずにシコ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 両手で祈るようにチンコを握ってるよ。青年実業家が失敗してあずさちゃんが無敵デビューしますようにってね。よし、早速株価チェックしてみよう、円高ドル安俺ドリチン、なんだこれ、おい。あんまりこのこっちに読み方を強要するようなメールやめてください。はい、出たとか岡田さんのパーとかやめてもらえます。強要きついですか。ラジオネームこいっち、先日小金稼ぎこと水道橋博士がM ステでおっぱいポロリというエロ釣りのスパムを踏んでツイッターのアカウントを乗っ取られていました。おい下水道、お前いつも偉そうな口叩いたり番組勝手に降板するとか言ってみたりして調子に乗ってるけどな、やっぱただの親父じゃねえか。最近では育毛に失敗してハゲてきてるしな、お前はハゲでチビでプライドの高いただの偉親父だ、自重しろ。なんだこれ、おい、これ伊藤重里さんも乗っかってました。伊藤重里さんもこれポロリ、おっぱいポロリのやつ、ああ釣られたやつ、釣られてカウント乗っ取られてすげえ反省してた。そうですか、スケベ心でした。笑っちゃった伊藤さん、いい、ね、たまに、見ると男ですね。まあ男ですからね、まあ見るでしょ、当然見てしょ、当然でしょ、はい、僕もやっぱり これみんなが釣られてんなっていうのを先に見たからやめたものの、あそれもそうじゃなかったら俺もすぐだよ、言ってますか、ああすぐです。そんなもんすぐなんですか、私は。そうですよ、どうなったんですかね、うん、であれだからな、さっき水道橋博士のことをあのハゲでチビでプライドの高いただのエロ親父だって言ってたけど、そこ白髪も入ってくるからな。なんで追い詰めを増やすんですか。何を注意するんですか。増やすんじゃないでしょ。ラジオネームボンクラ停止中、浜崎あゆみさんがツイッターでこんなことをつぶやいていました、今日と明日は東京からのクルーと撮影、
LA 快晴だからロケ日和じゃんとか思ってたらめっちゃ曇ってきた。さすがだぜ私、かっこ笑い。曇ってんのはてめえの目だわ。いいか、てめえの時代もうとっくに終わってんだよ。お前がどれだけイケメンの外国人と結婚しようが離婚しようが再婚しようがな、合力あやめのわけわかんねえヘンテクダンスに向けられた国民の目線 はてめえに向かねえんだよ。分かったらさっさと日本から出ててめえの金目当てにすり寄ってくる外国人としゃぶしゃぶでも食ったろ。あ、忘れてました。なんだこれ俺。いいね。いや言うなだよ、乱暴な人たちだな。こんな乱暴な人たちにはハイムリヒマニューバーだぞ。好きに変わってハイムリヒマニューバーだぞ。ラジオネーム満腹ていなり。紅白に出た無名ミュージシャンリンクドホライゾンのプロデューサーレボとかいう人が見た目そっくりなサムラゴーチに間違えられて、あなたの CD は二度と買いませんと言われたらしく、風評被害を受けたそうです。お前誰だよ、知るかよ。間違えられただけありがたいと思いやがれ一般人。そもそもお前の CD なんかシンプルに買わねえわ。こんな姑息な売名してる暇があったらさっさと新しいゴーストライター探してこい、嘘つき一般人。なんだこれおい。いいね。リンクドホライズンは関係ない、ね、確かにサムラゴーチさん似てるけど、そうですね、まあ、サムラさんにね見た目似てましたね。やっぱサムラゴーチさんにやっぱ君丸つけたしくくるなって話をしてたんだけど、はい、やっぱそれやっぱりしっくりくる。長島君丸ってダメだろ。ちょっとダメですね。でオリンピック選手っぽいけどね、ちょっとな。そうです、長島君丸。ハーフパイハーフとかやってそう。吉川君丸。ああ。まあまあでもこれもいいかもな。まあまあ吉川君丸はでもあれだろうな、バイオリンだろうな。バイオリンやってる。コメディアンじゃないですか。ですか。有吉君丸。有吉君丸もいいだろ。有吉君丸ですね。でちょっと自分の中で違和感あるんだよ。うちのおふくろが有吉君っていう。あ、そうですか。ほぼおふくろなんだ。そうですね。ほぼおふくろ。ほぼおふくろなんですよね。そうね。まあ、そんとでもいい。ラジオネーム三平。神羅万象を見通す千里眼で我々庶民の愚問を解決してくださる日本の救世主、スピリチュアル女子大生知恵様が、押しかけスピリチュアルという大変高尚な番組で、あのレオナルド・ディカプリオと対面してオーラを診断していらっしゃいました。レオ様のオーラは緑色です。緑っていうのは純粋でまっすぐな人に出る色なんですよ。だから役を演じる時にも本当に全身全霊で演じたりとか、とにかく信念が強くて真面目な人だと思います。てめえいい加減しろ。ハリウッドスター捕まえて真面目な人ってお前バカか。駅ビルで占いやってるクソババカ。てめえの体重も管理できねえ茶髪の小デブはよ、 LL サイズのサウナスーツ着てこんにゃくパスタ食ったろ。金輪際どこにも仕掛けるなよ。なんだこれおい。すっごいですね。言われたな、ね、いやこれはもうなんかリスナーの意見ですからね、なんていう冷めたこと言えないですよね。代弁ですね。代弁者です。なるほど。いや、無関係よ、そうえよ。そうですよ。危ねえから。危ないですよ。書かれちゃいますからね。怖い、ラジオネーム。ラジオネーム、ペケミニ、はい。マドンナが手掛けたスキンケアブランド、MDNA スキン。のオープニングセレプションがあり、オープニングレセプションが都内であり、女優の菊池凛子さん、九重親方の娘でモデルの秋元小杖さん、アーティストの IMALU さん、タレントの水沢アリーさんの4人が全員ブスなのにイベントに登場し、その中でも特にドブスのタメ口フィリピンパブこと水沢アリーちゃんが報道陣から、お肌がとても綺麗ですね、牧野選手からも言われますかと言われ、こんなことを言っていました。うん、綺麗だねって言ってくれるね。やっぱ女の子だから好きな人から可愛いって言われたいじゃん。お前な、報道陣が肌を褒めるってことは、お前の面が北沢剛並みのドブスだから仕方ねえからピンポイントで肌褒めてるってことになんで気づかねえんだよ。客
原の万引き野郎がブス戦のサッカー選手を引っ掛けたからって調子こきやがってよ、口開きゃくせえ息吐いて無礼なこと抜かすような腐れタレントがな、メディアに出ることがドーハの悲劇よりも悲劇なんだよバカタレ。てめえみたいなもんはな、ドライバーに転職して前園にボコられりゃいいんだ。森泉連れて寺行って雑然食うて来い。どうしたんだよ。みんな雪だから溜まっちゃってもな、家から出れないからこれ、ね、ちょっとストレスが溜まってもしょうがないです。今日はしょうがないですね、まあ、家から出ればもっとスッキリするからこんなこと言わなくなる、ね、気をつけろよ。いやちょっとニヤニヤしてる。気をつけろよ水沢アリ。それは本人でしょ、本人。メールじゃないでしょ。あ、ここ気に入ってるわ。どこですか。女優の菊池凛子さん、はい、ここの親方の娘でモデルの秋元梢さん、はい、アーティストの IMALU さん、タレントの水沢アリーさん4人が全員ブスなのにイベントに登場。なのにってなんすかね。もう一回読んじゃって。俺はそう思わないからさ。いろ んな発想があるなと思ってさ。あーメールですかね。こんな発想の人がいるんだと思って。ああジオネームとびっこ頼むぞ。とびっこもそろそろそ、ね、まともなやつ。女性がホットドッグ感覚でおちんちんを食べることで知られる性の都ニューヨーク出身のファッションモデル川北真由子がブログでバレンタインデーに自作のクッキーを共演者に配ったことを報告、うん、そこには怒りに震えるようなことが書かれていました。ヒルナンデスメンバーも喜んでくれたよ。有吉さんも嫌がりながら今年もその場ですぐに食べてくれました。スーパー嬉しかった。やっぱり有吉さん優しいな。おいしいおいしいって言ってもらえて作ってよかったなと思いました。おいやらせひっちゃいか。今までよくもカリスマ素人童貞のふりしてバレンタインデーに母親以外からお菓子なんてもらったことない俺らを騙してくれたな。いい匂いがするに決まっている国民的美少女からの手作りクッキーさぞかし美味しかったんだろうな。いいな、羨ましいな。でどうせクッキーのお礼に渋谷のロシア料理店に連れて行き川北ちゃんのお股のボルシチを飲み干そうってこんなんだろう。なんでこれ、おい矛先が俺かよ。先週ね、そのロシア料理のね、これはもうね、言うんだけど川北は言うのよ。川北だけなのよ、こうやって俺に手作り、私今度そろそろ、はい、ああそうなんですか。でもうだからそこで食べない食べないって言ったら朝の楽屋でもうずっとそのやり取りになっちゃうから、もう食べて、うんうんはい、もうそのやり取り終わらせんのよ、うん、食べてよ手作り。嫌な、俺手作り食えないんだよ。いや食べてみてよ一口、うん、いや食えないんだよってやり取りめんどくさいじゃん、はいはい、あじゃあ食べるわってババッと食べて、ああ美味しかった美味しかったって言ったらもうそれでシーンとなるから、それで食べてるだけだよ。俺も手作り本当に気持ち悪いと思ってる。でおまたのボルシチを飲もうとしてないぜ。安心してくれよな。以上。ラジオネーム満腹ティーナリ。礼儀知らずのドタキャンプーチンズことタトゥーのクソビッチどもが最近再結成したくせに関係悪化を理由にまた解散しやがったそうです。知るかブスマトリオシカ。日本人はお前らの存在なんてな、M ステドタキャンした瞬間からこの世から消え去ってんだ。これからも再結成と解散繰り返して世の中のバカどもから金むしり取る気だろう。ボルシチュぶっかけるぞお前。お前らも有吉さんにロシア料理の B コース食わせてもらって賛否してもらえ。ちょっとはマシな人間になれるんじゃねえか。なんだこれおい。うん、自分のテンションとぴったり。ああいいですね。いやーでもこれロシア人に対してボルシチぶっかけるっていうのはちょっと不利だな。全部食べられちゃう。そうですね。得意だからね向こうは。そうですね。そうだ味噌汁にしてやれよ。味噌汁ぶっかけてやれよ。しじみの入ったやつな。殻が痛いから。あ痛いですね。あラジオネーム三平。腐ったレディーガガ。岡本夏樹先輩が5時に夢中の放送中に AKB メンバーが日替わりでキャスターを務めている昼帯の天気予報について暴言を吐いてやがりました。昼帯のお天気キャスター腐ってる。あのブッサイクなやつがもった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 したしゃべりでさ、こっちは真剣に聞いてるんだよ。もっとシャ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 としゃべれバカ野郎。
うるせえハイレグ脳天気なゴリラババアが真剣に天気予報聞いてんじゃねえよ。お前いつも気色悪い露出狂みてえな薄着でうろついてんだから天気とか関係ねえだろ。 AKB をディスってる暇があるんならな、 H&M で分厚いジャンパー買ってこい。なんだこれおいって。坂本夏樹さんも言いたいこと言うね。国民的アイドルよくこんな暴言吐くね。ひどいね。数分前に巻き戻してもらっていいですか。100人しか見てない人だし。ラジオネームゴモラ。有吉さん、元気いっぱいのバカこと市原隼人のクソバカが、やめろ、バカが多いんだよ。ボクシングドラマの番宣で目覚ましテレビに出演をし、視聴者とじゃんけんをする企画で本当はチョキを出す予定だったらしいのですが、間違えてグーを出し、データ通信でパーを選択した視聴者が負けるという放送事故を引き起こしてやがりました。おいバカハラ、お前そんな簡単なこともできねえのかよ。満面の笑みでグー出してんじゃねえ。ボクシングのことで頭がいっぱいじゃねえか。ちっちゃいのいざしやがってよ。暑苦しいし冗談通じねえし簡単なこともできねえしどうしようもねえな。もう田舎帰って草野球でもずーっとやって汗かいてろ、この腐れエキストラが。なんだこれ。まああんま共感しねえな。よくルールがわかんない目覚ましじゃんけんの。ラジオネームザッテ。オリンピックの女子フィギュアスケートが開始される2日前、2月17日、テレビ朝日にて放送されていたフィギュアスケート特番の番組情報欄を見ていたら、こんなことが書いていました。美男美女が華麗な踊りと高度なスケート技術を競う氷上の社交ダンス。ソチ五輪では史上最高レベルの金メダル争いが予想されている。決戦迫る浅田真央らの最新情報も。おい何が美男美女だ。ああ、まあな、先々週サンドリで有吉さんが言ってたオリンピックのことあんまり言うと失言につながるってお言葉があるからな。うん、本当一言だけ言わせてもらう。わざわざそうやって美男美女って書いてな、晒し物にされた鈴木明子選手に謝れ。なんだこれ、おい言うなっつってんの。終わるまで言うんじゃないよ。ラジオネーム三平。俺こんなの募集してん、俺が募集してんのクソババアとかクソジジイのスマホの話をしてるタレントの名前送ってこいっつってんだ。ラジオネーム三平。ネタ探しのためアメブロのクリック数ランキングを覗いてみたところ、素晴らしいメンツが上位に食い込んでいましたよ。楽しみです。ほうほうほう。押し切り萌え、ユニクロでたくさん買い物。鈴木奈々、すっぴんデート。辻のぞみ、娘とグミ作り。安田圭、ヘルシー朝食を作る。加藤茶、妻がバッサリ髪を切る。バカか。おい、クリックしたやつ全員集まれ。タイトル見ただけでクソつまんねえの分かってるだろ。押し切るの買い物や、あんま安田圭の朝飯が面白いわけねえんだバカがよ。万が一こいつらのブログが面白かったらクソ食って土下座してやる。まあ嫁さんという名のゴーストライターが書いている加藤茶のブログは興味深いけどな。なんだこれ多い。すごいなこれ、アメブロのクリック数ランキング。いやすごいっすね、そんなんあるんすね。絶対やるのやめよう。これあげよう、これエンジェルあげとくよ。じゃあよく調べてくれたから。あ、面白かった。どうしようかな、なんかああいうのあるかな、どれしようかな。ラジオネームワギナマイク。はい、有吉さん、30歳になったら芸能界を引退してナンバーワンキャバ嬢になるとかほざいていたみそのの野郎が公式の LINE を始めたらしく、1回だけ更新しただけのくせに感想をブログで語ってあげました。ツイッターは文字数が少ないからブログを長文で書いてるんだけど、長文を書くのも読むのもしんどいし疲れるし、 LINE だったらたくさん毎日できるかなって思ったんだけど、めんどくさがりや&豆じゃないからプライベートでも携帯は放置するし、プライベートの時間がなくなっちゃうからもうこれ以上は頑張らないようにします。かっこ笑い。
おいもっと頑張れブスチビアリとかハチの方がよっぽど頑張ってるぞこの根性なしお前なファンサービスを怠るようなキャバ嬢がどこにいるんだデブおい俺が見てるキャバ嬢のブログなんて2月は毎日更新されてるわだいたいな癒しを求めにクラブ行ってよてめえみたいなシューマイ体型の味噌汁のブスに関西弁でベラ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 自分の話ばっかされた日にはなもう会計してって話だろお水の花道の財前直美に憧れるのは勝手だけどな二度と水商売甘く見るなよなんでこれなんだろうなあのな引退しますって言ってましたねもう正直どうでもいいわ本当言わずにやめろって話でな本当に言うんじゃねえってやめますっつってでも撤回したんですよね撤回してるバカだから俺より情緒不安定だな本当にあげとこう以上ですそうですはい、ラジオネーム三平ごくまれに可愛い剛力彩芽ちゃんが研ナオコとほぼ同じ髪型で M ステに出演し他の芸能人と間違えられたことはありますかという質問に対してこんなことを言ってやがりました街で男性が能年玲奈ちゃんのポスターを見ながらあれ剛力彩芽じゃないって言ってたんですショートカットだから間違えたのかなおい間違えた男性お前ちょっとこっち来い剛力と能年ちゃん間違えるってどういうつもりだこの野郎剛力に余計な赤っ恥かかせやがってよまああれかホラン千秋と蓮舫の区別もつかねえタイプか年いくつだ80以上のクソじじいじゃなかったら許されんぞバカがよメガネスーパーで遠近両用の金縁メガネ買ってこいなんだこれおいどっちが好きなんだよどっち誰のファンなの、ね、結局っていう、ね、全員的に回してるみたいな感じですよねなんで剛力彩芽ちゃんってあれなんだろうねネットとかで嫌われるんだろうねねえなんでだろうねねえあんな子なんで嫌うんだろうねなんかあれなのかなアニメのとかなんかまた私の好きな作品に あの子が出てますみたいなのあれなのかな叩かれてんじゃないのかな違うのかな何だろう何だろうねやっぱあのダンスなんですかねあのダンスいいじゃんねうん、まあ、全然わかんないな、うん、でもその辺の感覚俺全然わかんない、うん、まあそんなことして有吉はまさか剛力彩芽のことが好きなのであろうか前半このまとめだねこのまとめのパターンでいくねこれラジオネームワギナーマイク有吉さんおまたこれだ天使すぎるアイドルとして今話題の福岡のご当地アイドル橋本環奈さん15歳の野郎が野郎がじゃねえんだよ第6回沖縄国際映画祭の発表会見に登場し自身が1000年に1人の逸材と呼ばれることについてこんなことを言ってやがりました1000年に1人の逸材なんて全然そんなことないんですけど話題に取り上げていただいていろんな年代の方から話しかけていただくことが多くなりましたこれからも本当に応援よろしくお願いします当たり前だろ名前切ってんじゃねえぞてめえこの野郎1000年も生きてない童貞のキモオタがほざき出したことに簡単に乗っかるマスコミが気持ち悪いですって言い直せクソガキお前が聞いたことのないような隠語連発して俺のチンコ水つけて泣かすぞおいなんだこれおい見せつけたらね本当にね冷たい目で見られてねお前が泣くことになるラジオのペケミニ、はい、アリオさんイタリアの種馬を名乗り上げるダバこと料理研究家ベリッシモ・フランチェスコのケジラミ外人が写真週刊誌に AV 女優とラブホテルでの密会をスクープされ相手の AV 女優がこんなことを言っていましたツイッターで毎日のように誘われて会ってみたんですけどセックスは至ってノーマルでした前日に明日は可愛いティーバッグを履いてきてねと言ってきたり私のアンダーヘアを見てなんで剃らないのってやたら聞いてきたり会話も秋葉系って感じであんまり上手じゃなかったな私が彼女を作らないのって聞いたらめんどくさいからいらないと言っていましたと会話もセックスも下手くそなことをバラされてしまったベリッシモさんですが以前ツイッターでこんなことを言っていました愛というのは愛されることよりむしろ愛することに存在する
お前愛のない雑なセックスしかしてねえくせしてどの口がこんなこと抜かしてんだこの野郎。間抜け面ぶら下げてイタリア人やめろこれ。間抜け面ぶら下げてイタリア人がてめえ本位のセックスで日本の畑荒らしてりゃな、そりゃ AV 女優もベラベラ喋るってもんだよ。これが日本のおもてなしだ。ざまあ見ろハゲ、てめえの股間のベリシモじゃな、 AV 女優の下の口は塞げてもな上の口は塞げなかったな。ドブスの肛門についたニラ食って出直してこい。なんだこれおい。汚い文章だな。相当怒ってますよ。怒ってますね、うん、ベリッシモな。ジローラモに比べてやっぱベリッシモってやっぱちょっと軽いんだよな。やっぱりね、しょうがないですね。ラジオネームラクダ。有吉さん、経営者や一流サラリーマンが読む雑誌プレジデントにて有吉さんの名前が出ていたので紹介します。特集名は50賢人、賢い人ね、50賢人が選んだ2014年稼ぐキーワード、医学博士や東京大学教授などの賢い50賢人のうちの一人がキーワードピンの時代として語っていました。2013年売れたのはピン芸人、土田照之も有吉弘行も劇団一人もそう。トリオやグループだとどうしても考え方が甘くなるけど、ピンは一人で勝負するから根性が違う、乗り越えてきた修羅場が違う。偉そうなことは言えないが、これからは会社の世界も一匹狼の時代だよ。コメディアン上島竜兵。責任者出てこい。賢人の対局にいるドポンコツじゃねえか。依頼したプレジデントも終わってるけどな、受けた太田プロも太田プロだ。おい有吉、恥ずかしい真似しないように上島の保護者としてちゃんと見張ってろ。しかし豚の死骸にしては言ってることはまともなんだよな。はは、さては安田さんだな。安田さんがなら賢人としても納得です。今後も佐村豪地にとっての新垣新垣さんのごとく上島竜兵のゴーストライターとして頑張ってください。なんだこれ、おい。新垣さんだっけ、新垣、新垣さんだよね、うん、こんなのやってたんだ。いやー面白い。あとはもう一個ぐらいやって終わろうかな、うん、ラジオネームシャに構えたちびっこ。クソチンピラ軍団ことエグザイルのボーカルアツシがソロ新曲のミュージックビデオでダンスを初披露してやがりました。また今回のミュージックビデオは歌、ダンス、お芝居にも挑戦させていただきました。3つのシチュエーションでそれぞれ違うキャラクターを演じてますので、ぜひその辺も注目して見ていただけたら嬉しいですと、アピールもしっかりとしてやがりました。黙れチンピラグラさん、ボーカルとお前が踊り始めたら後ろでいつも踊ってる大勢のバカバックダンサーどもの存在意義なくなるじゃねえか。だいたい CD だと声しか聞こえねえんだから、そもそもバックダンサーも必要ないだろ。そんなに踊りたかったら盆踊り踊ってろ。なんだこれ。ひどいよ、ひどいね。いつにしてくれよ本当に。以上です。